Get ready for the next battle。 この組み合わせはね、相手側が自宅がすごい強いキャラだったから、ワンチャンが起きやすい。だから後手、サレをね、いろんなサンバーバンで半分いこうね。もう一回ガードでマイナス11分、2つ目は奪還がありません。一応リーダーとの、11体で長い技を持っているから、では一応ここはできるんですが、なかなかね、そのキャラがいないので、ダクネオの 4RK 両方はとても強い技です。マウンドして速攻練習から無敵タックルコース。さあ、もう一回当たってしまう。今回は壁運ぶことを、レオに低くクラッシュを使わせてライフ。これは1本目取った。バンドしない。このギフは達成13なんで簡単にならず、下段切断口から受け方うわさくらいしてるでしょう。いいとこはバンド。ラウンド2ファイト。入れてラウンドして、なかなかコンボが成功しません。戦いまだ温まっていない。さあ、赤毛して使う上で無敵タックル陸勝負。3発目が当たってきて1つ目に行って、さあチェンジできない。チェンジしたいが、これは狭いところでチェンジしてワンクールしましたね。根源があったらこれは減ります。ワンして根源して根源は入らず、戦争雷王拳で JC を殺していく。これはたくさんワンツー、カッパー先端ガードだがマイナス13は入る。そしてマッチワークとしてシットスピン当てて OK、 途中近景から攻めていく。打開うまいが、これはカウントヒットではないので連続ヒットはしません。スラッシュキックからいいですね、今の勢いは良かった。先日の方にアンバーからデスコンっぽいコンボ決めるが、これはまだ見たけど満足してしまう。もう一回コード選球からコード選球ファイナルラウンドファイト。さあ、お互いリーチコード選球、その動きはしない冷静ですね。アンバーにはあんまり弱ってた2択、アッパーから陣地に入ってバウンドして、今置き攻め、なんとかうまくレオに触りたいが、これは誰もできないか。触ったスクラッシュ高く決めて前走大王拳から覇王戦、これがうまい感じに当たって、さあ最大ローアッパー、おっとこれは完璧か。レースが圧倒しているし、いやこれは怖い。さあ、あれ、あの技勝手反撃はありません。ハイサマーからサッカーに出てたまらずタックルして出てきたアンナ、なんとかうまい感じに相手を殺していきたい。両パンでリボールガンドスイッチ入れて、あー、おまさやってしまった。ちなみにあれガンドさしてマイナス1は6音なんで、今日はすいません。ラウンド1、はい、さあラウンド1、下段からヒールを置いてスカークを取りたい強さ、投手を参加してしてるが、これは入らず、ヒルスマから運んでいってスカークコンボでうまくレオにつなげていく。さあ、確定反撃はありません。本拳から先進構想は当たってしまうが、まだ壁にレオを締めているのはレオ。あーっと投手客バウンドして、ドイツとパッチして、さあこれは陣中から無敵タックル陸上部達成です。さあこれはチェンジして壁攻め、断水ラッシュが低すぎる、まずはいけない。レオに代わって小中近景から、さあ手が動いてしまうか、アンナ。さあ、あとは当たらず本拳から、パンチャンして安定コンボで1本持っていったのは勝負ラウンド2。ファイト。ヒールから
まっすー、ジャンでハイサマー、スパンと決めて、さあ安定コンボですね。この安定コンボを6割減って下段からヒール、ストライスターグですね。フォートリーとバックして A 以上生かしていく。フォートリーから戦い体力は満タン、いい感じにイーブンですね。アッパーを置いてフッコだが、これはうまく左に避ける。レオ対策は A の左横移動です。左から当てて反撃を決めます。ワンハイから4番 K、 両パンがトラップアウトになっています。さあ出しに行った。ブースター中上連携です。200くらい拡散はないんですが、あのアッパー上段は合わせるので司会者がいきましょう。ボディープレス、パワラからワンチャンを作りたいサイさんだが、さあワンチャンが起きたのは両側、はい、サイ様ワンチャン止めて、これはタッチクラッシュで、そして時間が残り5秒、4 3 2 1、タイムアップだが、おっとまさかの逆転。Get ready for the next battle. Round 1. Fight! さあ、ラウンド1。これは確定反撃にならず、テンホは距離が離れるので、浮かさの人は非常に優秀ですね。さあ、うまぎと頭から、中から壁コンプを。ホーラン全弾から登場。ハリケーン7で死んだ。1本目取ったのはタイタン、ラウンド2、今のは完璧ですよね。だからハイキックでうまく暴れていく。この体力はまだ死なないか。バストから鏡読みアッパーはアッパー、いい感じに鏡読みアッパーでしたね。バントしてレイジを生かしていく。ここでタッククラッシュで出てくるのはリーチャオラン。シルバーテイルからダメージを吸ってバストから、さあこれはちょっとチェンジミスか。近くたくさんしっかり決めて上段よりから暴れていく。下段アッパーファイナルラウンド、プラス4から暴れ読みのロースリーですね。いい感じに挑戦招待が当たり、さあ出てきたのはヒールに、コートリーをスタートで決めるというのが主な感じでしょうか。さあ、いい感じにアッパーがスタートで決めて、はいはいはい、レオがたまらず出てくる。有利からこれはしっかり左横でかわしている。じゃあダカルマスターしているが、これは今回はコンボでいけません。さばいて全身コンボ見えた。少女人形からフックをまたまた、これはアップを入れようとしたところに出して、さあ読まれていた。そして断水落中、これが連続ヒット、これはやりすぎだろう。プラス6取って、ジェイ呼ばれました。